多発した脂老性核化症の症例。レーザーマイナストレラー症候症候を合併した大腸がんの患者。レーザーマイナストレラー症候は急速に発症する多発性の脂老性核化症で多くの色素沈着した皮膚病変を呈する。しばしば炎症を基礎疾患とする。内臓悪性腫瘍の皮膚病変の一つとして腫瘍水反症候群として見られることもある。 新たな病変が出現することに加え、既存の病変はしばしば拡大し、症状が悪化する。名称は、エドマンド・レーゼとユリストレレットに由来する。レーゼとトレレットにより、血管腫と皮脂老性核化症が提唱された。ホーレンダーは、これに先んじて1900年に論文を報告している。ほとんどが悪性腫瘍に関連する。特に消化管の腺癌が,が多い。 乳癌、肺癌、尿路系悪性腫瘍、リンパ系悪性腫瘍においても、この印象的な皮疹は見られることがある。各種のサイト会議や、その他の成長因子を悪性腫瘍が生成するために、死老性核化症の表現系を呈すると考えられている。腫瘍髄反性黒色表皮腫、皮膚乳糖腫、育児質は期した、抗電病、体露質、 アクロケラトシスパラネオプラスティカのベイセックスとトライプバームスはレーザーマイナストレーラー兆候とともに見られることがある。ありがとうございます。